どうもガルパロの三谷です。いつもありがとうございます。今回はフルスイングをするとコースで思ったところに全然いかなくて大きいミスになってしまうんですけどという方にこの動画をお届けしていこうと思います。このフルスイングは非常に距離を合わせるのには有効なんですが、時として合わないことがありますね。ですからそこで少しコントロールしていくライン出しという打ち方がありますので、その方法を今回は皆さんに伝授していきますので、ぜひ最後まで見ていただいて習得していきましょう。私三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいています。いつもありがとうございます。感謝してます。概要欄の方にね、無料で試せる、ね、お試しレッスンリンク貼っておきましたので、皆さんの参加お待ちしてますよ。頑張ってゴルフ上達ね、一つずつ頑張りましょうね。それでは早速いきたいと思います。ライン出しが非常に有効なんですが、その前になぜフルスイングがうまくいかないのか、これについても少し解説していこうと思います。そしてどうやって打つのが有効なこのライン出しね、方法をちゃんと伝授しますのでね。まずフルスイングは非常に有効です。何が有効かというと、最後まで振り抜くというのは調整する必要がないので、最後までしっかり振ろう、そうすると距離が非常に定まりやすいんですが、大きく振り抜くのでしっかり左に乗るので、これが時として大きすぎて、まあ、ちょっと大げさですが結構これぐらいの人はやっぱりいますね。います。なのでこのフルスイングをする4分の3ぐらい、3クォーターぐらい、まあ、もしくはそれプラスアルファぐらいですね。それぐらいの振りの幅で振ると少しバランスをキープした状態で打ち抜けますので、少しボールの弾道も低くなります。少し低くなるんですね。こういうふうに少し低めに飛んでいくボールというのは風の影響も受けにくいですし、仮に曲がったとしても、少し曲がってしまったとしても早めに地面に落ちますので大きいミスにはなりにくいですね。まあ、このようにラインを出していくというのは、線をターゲットに向かってまっすぐ引いていくようなイメージのショットということでライン出しというふうに言うんですね。フルスイングをするとどうしてもミスが出てしまう方、ちょっと大げさです、ごめんなさいね。ちょっとバランスが崩れているような感じであってもそんなに大きくミスにはならないんですね。ですからこの人の持ってるスイング、ある程度安定して、あんまり安定してない、さまざまいると思います。ですが大体4分の3か、それプラスアルファぐらいの振りの幅で打ってあげれば、ある程度狙ったところに線を引いていくような、そういうショットが出るということです。じゃあこれやるために非常に重要なポイントが2つあります。これを皆さんに伝授します。1つ目、まずスタンスを少し狭くした方がいいです。スタンスをちょっとだけ狭くして構えた状態で、あまり大きく振れない状態を作ってください。大きく振れてしまうと、もうその時点で調節するのが非常にシビアになったりしますので、スタンスを少し狭めにしてまず大きく振れない状態を作ってください。これがすごく大事です。2つ目、ボールの位置は真ん中よりもちょっと右です。少し右に寄せることによって弾道が低くなります。ですから少し低く飛んでいくので、まさに線を描いているような、まあ、線というかどんな線でも線ですけど、直線に近いといった方がいいですね。まさにヒューッとまっすぐボールがターゲットに向かっていくような雰囲気のショットになる。なのでこういうショットをライン出しというふうに言うんですね。スタンス狭く、ボールを右に寄せ、そしてこの振りの幅で振れる範囲で振り抜く。まあ、こういうふうに打つ前の状態を正しく、その今から打とうとするショットに合わせることがショットの成功率を高めるんですね。そしてそのショットを自然にできるようにしていくというのが大事です。この構えからフルスイングしようというふうにあまり思わないですね。無理やりやることはできます。ですが
このショットをするための形をまず取りましょうということになります。距離は少し落ちます。ですから番手を一つ上げなければいけないという場面もあると思います。ですが必ずこれがターゲットに向かっていくようなショットにつながっていきますので、ぜひやってみてください。練習方法は、今言ったポイントを2つ必ずやるということと狙っていくターゲットを少し絞っていただくと、非常にいいかと思います。この体の回転も少し抑え気味の感じにはなりますが非常にコントロールされて有効なショットになりますので、少し体の正面にクラブと腕があるよ、この感覚を意識しながらスイングをしていったりドリルをしたりすると非常にいい練習感覚が身につくと思いますので頑張ってやってみてください。最後に高評価、ね、ぜひしていただくと、とにかくもう僕の持ち前をね、皆さんによって上げられているということですからよろしくお願いします。いつもありがとうございますね。では次の動画でお会いしましょう。